ミフリン・トリデ包囲線は、アメリカ独立戦争の1777年9月26日から11月16日に、デラウェア・カー沿いのアメリカ軍、ミフリン・トリデを、イギリス軍が、海陸共同で囲んだ、包囲戦である。イギリス軍の陸上砲台は、ジョン・モントレサー大員が指揮し、イギリス海軍の船隊は、海軍中将、リチャード・ハウが指揮した。アメリカ側は、 サミュエル・スミス中佐が指揮していた。包囲中に、スミスが負傷し、指揮を継いだシメオン・声や少佐が11月15日に、夜に、砦の守備隊を脱出させ、翌朝イギリス軍が砦を占領することで、最終的には、イギリス軍の勝利となった。当時、ミフリン砦は、川中の島にあったが、デラウェア川が流れを変えたために、現在ではその北岸、フィラデルフィア国際空港の近くにある。 1777年9月26日、イギリス軍来たアメリカ総司令官ウィリアム・ハウ将軍の軍隊とドイツ人傭兵部隊がフィラデルフィア市を占領した後、物資の補給が重要な問題になった。デラウェア側の川中に浮かぶマット島のミフリントリデとニュージャージー州レッドバンクにあるマーサートリデが障害となり、またアメリカ海軍外将ジョン・ヘーゼルウッドが指揮する、 小さな戦隊もいて、イギリス海軍がフィラデルフィア市に物資を運び入れることを妨げていた。フィラデルフィア市が事実上、アメリカ軍に封鎖されている事態で、ウィリアム・ハウとリチャード・ハウの兄弟は、川の障害を取り除くために、ミフリン・トリデに対する、包囲戦を敷いた。10月22日のレッドバンクの戦いでは、ドイツ人傭兵部隊がトリデを強襲したが、大きな損失を出して失敗した。 マット島近くでイギリス海軍の艦船2隻が座礁し、翌日には破壊された。アメリカ軍、ジョージ・ワシントン将軍は、この包囲戦の間にミフリントリデを補強したが、守備兵の数が500名を超えることはなかった。イギリス軍は何度か挫折した後に、ミフリントリデに向けた砲台を確保し、艦船を集めることで、11月10日にはトリデへの激しい砲撃を始めた。セイヤーは イギリス軍への反撃ができなくなったと判断し、残っていた兵士に野印に紛れて川を渡り、ニュージャージーに行くことを命じた。戦機は翻したままにしていた。その後まもなくマーサートリでも放棄され、イギリス軍にとってデラウェア川が解放され、フィラデルフィア市占領は1778年6月まで続いた。1777年9月11日、ブランディワインの戦いで、 イギリス軍がアメリカ軍を破った後、ワシントン軍がペンシルベニア州チェスターへ交代するノをハウは追撃できなかった。アメリカ軍はデラウェア川沿いにあるその町から北東に行軍し、ダービーを抜けてミドルフェリーでスクーカル川を渡った。この渡し場からは北に動き、現在のイーストフォールズに行って宿泳を張った。その後の10日間でイギリス軍はパオリの戦いなど、 小戦闘で勝利するも、両軍は小競り合いを続けた。9月22日夜、ハウはワシントン軍を出し抜き、バレー法事近くで無抵抗のままスクーカル川を渡った。9月26日、イギリス軍はアメリカ反乱軍の首都フィラデルフィア市を占領した。イギリス軍の進軍に直面した第二次大陸会議は、まずランカスター市に逃亡し、続いてヨーク市に移動した。 ジョン・モントレサー、1771年に、マット島取りを設計し、1777年には、その砦を攻撃したこの年の夏、フランス軍砲兵隊の専門家、フィリップ・シャルル・トロンソン・デュ・クードレイがフランスから、北、アメリカに到着していた。大陸会議が、クードレイを少々と兵団武装官に任命し、ワシントンは、フィラデルフィア市の川の防衛を強化する任務を与えた。 しかし間もなく、クードレイの貴族的な雰囲気を心よく思わない人が増えた。クードレイは別のフランス人公平義士、ルイ・レベグ・デュポーテールと、いかに防御を固めるかについて喧嘩を始め、ラファイエット公爵をすら怒らせることがあった。9月16日、クードレイが馬でスクーカル川に乗り入れた時に、馬が川に飛び込んだために溺れた。これに安堵する者も,も多かった。 マット島の鳥出は1771年にイギリス軍工兵隊ジョン・モントレサーが設計し建設を始めていた。川もは石壁で囲われたが資金不足のために工事は中断していた。イギリスとの戦争が始まった後フランス人主観の間に内紛があったものの砦の防備は木柵とどもり類壁を加えて完成していた。の西側と北側には 兵士のための木製宿舎ができた。主官のためにはその近くに2階建ての建物が作られた。守備隊に入った兵士の証言によれば、マット島南東端には18ポンド砲の砲台が作られた。南西端には32ポンド砲1門、12ポンド砲と18ポンド砲、計4、5門で川を固めていた。島の北西端には12ポンド砲3門が据えられた。 別の証言では、18ポンド法十分が主砲台に据えられ、4つのブロックハウスのそれぞれに4門の大砲が置かれた。先を尖らせた木材が砦を囲み、川岸に沿った地面には落とし穴が掘られた。川中に張り巡らされた坂もぎで、イギリス海軍の艦船がデラウェア川を速行することを妨げていた。木材の頂部は鉄製の部品で覆われており、 船の船長が向こう水に進んできた時は船底を破る恐れがあった。ルイス・ニコラ大佐がペンシルベニア民兵隊と共にミフリントリデを保持していたが兵士の多くは野戦に不向きな者たちだった。トリデ守備隊の約60名の中に誰一人として大砲の捜査法を知っている者はいなかった。フィラデルフィア市が占領されようとしていた9月23日、ワシントンは メリーランド第四連隊のサミュエル・スミス中佐に大陸軍文献隊をつけてマット島の砦に送り込んだ。スミスの部隊には200名の兵士にバージニアのロバート・バラード少佐、ロード・アイランドのシメオン・セイヤー少佐、大陸軍砲兵隊のサミュエル・トリート隊員が加わっていた。しかし、ある証言では、セイヤーがミフリントリデに到着したのは10月19日になってからだった。 イギリス軍がフィラデルフィア市に近づいていたので、この小部隊は回り道をして、ミフリントリデまで行く必要があった。その最後の工程では、ジョン・ヘーゼル・ウッドが指揮する、ペンシルベニア海軍側戦隊の援護で、ニュージャージーのレッドバンクからデラウェア側をマッド島まで渡る必要があった。ワシントンは、身長6フィートのプロイセン人で大佐のヘンリー・イルナード、タレント男爵に、 ミフリントリでの指揮を命じていた。この男爵が病気で任務に就くことができなかったので、スミスが事実上の指揮官になった。事態をさらに複雑にしたのは、バージニア第7連隊のジョン・グリーン中佐が、スミスよりは先任士官であり、10月18日に補強部隊と共に到着したことだった。スミスはヘーゼルウッドとの仲が良くなく、その意見の食い違いが間もなく明白になった。 10月4日、ワシントン軍はジャーマンタウンの戦いでハウ軍と戦ったが敗れた。ジョン・ヘイゼルウットイギリス軍がプロビンス島やカーペンター島を利用するのを阻止するためにアメリカ軍は川岸の堤防を破壊した。この動きによりイギリス軍は堤防の上に砲台を築くことを強いられ、膝まで水に浸かって働かされた。その難しさを示す一例として、 大砲を運んでいた船がスクーカル川で沈んだ時に、榴弾砲一門を失い、兵士一人が溺死した。10月10日夜、ジョン・モントレサーが、大員がその部下に、砦とは対岸にあたるカーペンター島で砲台の工事を始めさせた。この時点で、イギリス軍はすでにスクーカル川川口近くに2カ所砲台の建設を終えていた。10月11日、ヘゼルウッドとスミスは、 共同して小木が冷戦で土木工作隊に攻撃をかけた。この時1名が戦死、1名が負傷したが、工作を行っていた第一敵団兵大隊の2人の士官と56名の兵が白旗を挙げた。工兵隊員、ジェームズ・モンクリーフがドイツ人傭兵の救援隊を率いて到着する前に捕虜たちはアメリカの船に移された。この失敗に対し、 イギリス軍は二人の主官を軍法会議にかけた。10月15日、フランス人公平義士のフランスを歩いてセドルド、フリューリー少佐が取に来て、スミスにとっては大きな手助けになった。デュー・クードレイと共に、アメリカに来ていたフリューリーは防御の改善に取り掛かった。防作腰に発砲する兵士のために、発砲用踏み弾を作り、手砲台を支えるレダンを構築し、取の中心に、 最後の法警報を建設し、その他にも砦の足りないところを修正した。15日には、トマス・ペインはこの砦を訪れ、その日、敵弾30発が落ちてくるのを観察した。10月20日、イギリス軍の灼熱弾が、北西のブロックハウスに落ちて、小さな爆発を起こした。21日になって、タレント弾尺が来て、指揮を取った。 このプロイセン人が取り出を巡視している時に、スミスとフリューリーは損傷を受けたブロックハウスから怯えた男が走り出るのを衝撃とあざけりの心で見ることになった。タレント男爵はこの砦が防御不能であると宣言し、病気を理由に10月27日にはマット島を離れ戻ってこなかった。カールフォンドノープカールフォンドノープ大佐の指揮する。 ドイツ人傭兵部隊が10月22日のレッドバンクの戦いでマーサートリデを攻撃した。クリストファー・クリーン大佐の指揮するロードアイランド第一連隊が9月29日にニューヨーク州ピークスキルを断ち10月11日にやっとトリデに到着していた。イズラエル・アンジェル大佐のロードアイランド第二連隊がその1週間後にレッドバンクに到着し セイヤー少佐に150名の兵士をつけて、ミフリントリデの防衛に送り込んだ。マーサートリデがまさに攻撃を受けようとしていることが明らかになると、セイヤーとその部隊はマーサートリデの防衛を支援するためにサイド側を渡った。ドノープがトリデに対して二度降伏を進言し、その度に拒絶されると強襲をかける決断をした。ロードアイランド兵は、 ドイツ兵が坂もぎのところまで来るのを待って発砲した。その結果は一方的な殺戮になった。グリーンの守備隊は戦士14名、負傷21名、捕虜1名を出したが、敵には戦士90名、負傷227名、捕虜69名という被害を出させた。ドイツ兵は士官を高い比率で失い、その中には致命傷を負ったドノープもいた。 この絵の HMS エイジアと同型の HMS オーガスタ2階の甲板に64門の大砲を搭載していた翌日もイギリス軍にとって大きな惨事が起きた。マーサートリデ教習を支援するためにハウテイトクの艦隊から船体が派遣され上流に向かっていた。この船体は戦列艦 HMS オーガスタに上艦したフランシス・レーノルズ海軍大佐が指揮していた。 船隊は他にサミュエル・リーブ海軍中佐の指揮する、スループ艦の HMS マーリン、アンドリュース・ネープ・ハモンド海軍大佐の指揮する、フリーゲート艦 HMS ローバック、ウィルキンソン海軍大佐のフリーゲート艦 HMS、パール、ヘンリー・ベルー海軍大佐のフリーゲート艦 HMS、リバプールが従っていた。トリデの大砲が制圧された時には、マッド島に水陸連携した攻撃を行うために、 イギリス軍敵弾兵200名が待機していた。ミフリントリデを砲撃している時に、オーガスタとマーリンの2隻が座礁した。その夜に満潮になったが、逆風のために、これら艦船が逃げ出すための十分な推進を確保、できなかった。10月23日、アメリカ軍の砲撃はこの動きの取れない2隻に集中された。HMS アイシスが座礁した。 オーガスタの側で救援に当たった。イギリス側の証言では、アメリカ軍の砲撃でわずかな損傷しか生じなかったが、感染の大砲から火の毛が上がり、オーガスタは炎に包まれた。アメリカ兵によれば、ミフリントリデから放たれた灼熱弾の運の良い一発が当たったか、感染からの失火が広がったかだと言っていた。トリデのあるアメリカ兵は火が オーガスタの戦備から始まり、炎が急速に広がったと記していた。正午頃、オーガスタが大爆発を起こし、その突風でフィラデルフィア市の窓ガラスを壊した。モントレサー隊員によれば、水兵60名、中尉1名、および艦長が水中でもがいている間に死亡した。爆発音は30マイル近く離れたトラップでも、聞かれた。オーガスタが破壊された後、 マーリンの乗組員も時間に火をつけ、艦を放棄した。最後はマーリンも規模は劣るも爆発を起こした。ジェームズ・ミッチェル・バーナム10月26日からは、北東風が吹き、嵐が3日間続いて、暴風と車軸を流すような雨に見舞われた。マット島には2フィートの雨が降り、プロビンス島とカーペンターとも同じような状況だった。両軍の砲撃がやみ、 どちらも乾燥した場所を見つけようとしていた。11月1日までにアメリカ軍はフィラデルフィア市にいるイギリス軍を事実上封鎖していた。ハウ軍は食料、ラム酒、衣類、金に不足するようになった。モントレサー隊は適切な大砲と弾薬が不足していることに苦情を言っていた。イギリス軍は平底船の船団を組んで、 フィラデルフィア市に物資を輸送することを強いられた。ミフリントリデとペンシルベニア海軍からの砲撃で沈没させられることを防ぐために移動は夜に行い完全な静寂を保つ必要があった。ドイツ兵太ハンホニエバルトは水兵にその危険な仕事をさせるために完全に酔わせておいたと記した。フランス軍の十二本ド砲 後年のモノワシントンは10月29日に開催した作戦会議でジェームズ・ミッチェル・バーナム巡将にデラウェア川防衛の任務を命じた。バーナム旅団に属するロードアイランドに五連隊はすでに取り出の任務についていた。その後旅団の残りに部隊も戦闘に参加することになった。11月3日、バーナムはコネチカット第四連隊と同第八連隊を ミフリン砦防衛に派遣した。11月10日、モントレサー隊員は砦を落とすための最後の準備を行った。その日までに32ポンド砲2門、24ポンド砲6門、18ポンド砲1門に加え、8インチ榴弾砲2門、8インチ迫撃砲2門、13インチ迫撃砲1門を用意した。この日両軍は500ヤード離れて砲撃戦を行った。 アメリカ兵に損失は出なかったが、島西側の木策の大半が壊された。11月11日、トリート隊員がスミスと話をしている時に、近くに落ちた砲弾の爆風で戦死した。その日、遅く、スミスが兵舎にいる時に、砲弾が煙突を破壊して落ち、スミスの左腰に当たった。崩壊した煙突からは、レンガで守られ、手首を脱臼したが、 砲弾が不発弾だったので、スミスは助かった。負傷したスミスは、船でレッドバンクに渡され、守備隊の指揮官がいなくなった。バーナムは、その部隊がイギリス軍不評の襲撃には耐えられるが、簡単ない砲撃で兵士の命を奪っていると、報告した。フリューリーは、ワシントンに当てて、大砲は2門を除いて砲画から外されたが、守備兵は、 前を木策の修復を行うことができると書き送った。砦の中で唯一安全な場所は東側の溝であり、フリューリーはそこに行って兵士たちに作業の詳細を説明し、ノロノロする者はその式杖で追い立てた。スミスが去った後の式を継ぐ者はコネチカットのジャイルズ・ラッセル大佐だったが、ラッセルはそれを辞退し、召喚を求めた。月日、 聖夜少佐が、砦の指揮官を受け入れた。1781年に、ヨークタウンで、フランス人が描いたアメリカ兵。左端のアフリカ系アメリカ人は、ロードアイランド第一連隊の兵士、ウィリアム・ハウ将軍は11月9日に軽装不評と、この絵不評の文献隊を編成し、第4代順弾尺、ジョージ・オズボーン中佐の指揮下に置いた。この部隊は13日には、準備を終え、 第27不評連隊と第29不評連隊に支援されることとされた。11月14日までにイギリス軍は32ポンド砲4門と24ポンド砲6門を2カ所の砲台に据え終わり、日々の砲撃を加速させた。その夜、ミフリントリルから輸送船団に砲撃があったが、損失を与えられなかった。イギリス軍は HMS。 ビジラントを上流に向かわせ、砦攻撃に参加させた。ビジラントは、もともと海軍の輸送船エンプレスオブルシアだった。1776年6月に騎士への砲撃を意図して改装されていた。そのために24ポンド砲14門、9ポンド砲2門、6ポンド砲4門を搭載していた。イギリス軍は攻撃の前にビジラントの原則を強化し、24名の 狙撃兵と50名の砲手を加え、右舷にはさらに大砲2門を追加した。艦の安定性を確保するために、水の入った樽を左舷に置いた。ジョン・ヘンリー、海軍中佐が指揮官だった。満潮にも助けられ、ビジラントは、マッド島とデラウェア川北岸の間の浅い水路を進み、11月15日午前8時に、所定の位置に着いた。 これに輸送船を改装し18ポンド砲3門を乗せたスループカンフュアリーが従い20ヤードの距離からトリデーへの砲撃を開始した。モンドジの方では HMS サマセット、アイシス、ローバック、パールが遠距離からその原則の砲撃を加えた。セイヤーは危険な場所へ32ポンド砲を移動させるよう命じた。ビジラントが所定の場所に着くまでに その大砲から14発が放たれた。浮かぶ砲台が怒りをろすと、鳥は盾車を受ける危険な位置に置かれた。一発の砲弾が大砲一門に取り付いていたアメリカ砲手5名を殺した。ある守備兵はその兵士たちが炙られた魚のように避けたと記していた。セイヤーはヘーゼルウッドからの救援を要請する困窮信号を上げるよう命じたが、そうするためには、 取り出の軍機をまず下ろす必要があった。イギリス軍法師が砲撃を止め、勝利を予測する歓声を上げ始めると、聖夜の指揮官たちは軍機を即座に再掲容することを要求した。砲撃が再開され、砲兵軍曹は、軍機が砲弾に半分に裂けて、次の犠牲者になったと衝突している。その日の午後、砲弾が当たった兵舎から飛んできた木片が、砲兵隊員。 ジェームズ・リーを倒し、フリューリーを気絶させた。ヘーゼル・ウッドの船舶が、ビジラントとフィワリーを攻撃しようとすると、イギリス海軍船体からの砲撃で後退させられた。この時までに、砦の内部は、砲弾の通った溝ができ、兵舎とブロックハウスも壊されていた。オズボーンは、平底船8隻に、それぞれ35名の兵士を乗せ、その襲撃の 第一波に送る作戦だった。ハウは400名の襲撃隊に命令を出すことを拒み、満潮を待ち、守備隊が砦を放棄することを期待していた。その夜、セイヤーは砦を放棄する命令を出した。生存兵300名と持ち出せる装備を持って、レッドバンクに渡った。セイヤーは、選抜部隊40名を連れて取って返し、夜中に兵舎を焼き払い、すぐに、 ニュージャージーで舞台に合流した。セイヤーは最後に生還したものだった。11月16日午前6時、ビジラントから海兵の乗ったボートを出し、まだ昼が入っていたアメリカ軍機を降ろさせた。その2時間後、オズボーンの部隊がにわか雪の中を上陸し、廃墟となった砦を占領した。彼らはただ一人のアメリカ脱走兵に迎えられ、セイヤーの部隊は戦死50名。 負傷70内し80名の被害を出したことを告げられた。歴史家のマークエム・ボートナー3世は守備隊450名と援軍があったことから計算してアメリカ軍の損失を総計250名と推計した。包囲戦の最終段階でイギリス軍は7名が戦死、5名が負傷した。勝ったイギリス軍も砦の受けた破壊の様子と内部に飛び散った地や 脳髄の様子を見て愕然とした。兵士たちが靴や衣類を漁ることに忙しかった。一方で、イギリス軍主官は守備隊が勇敢だったことを、その文書で認めていた。チャールズ・コーンウォリス中将が2000名を率いて川を渡った。この脅威を目にしたグリーン大佐は、マーサートリデを明け渡し、コーンウォリスはそこを11月20日に占領した。トリデが失われたために、 ヘーゼルウッドはその夜に戦隊に火をつけさせ、イギリス軍による捕獲を免れさせた。デラウェア側はイギリス海軍が支配するところとなり、フィラデルフィア市を占領するイギリス陸軍は補給を受けられるようになった。続く11月25日にグロスターの戦いが起こり、コーンボリスの部隊はニュージャージーから撤退した。ありがとうございます。